こちらは知ってる人も多いと思います。近日中に正体を明かす有名格闘家っていう X のアカウントがありまして、平本蓮選手をずっと匂わせつつ、今日本当に正体明かします、ああやっぱまた後日と何回も繰り返しまくりましたので、私もさすがにフォローを外してたんですが、こんな投稿をいたしました。皆様に大切なお知らせがあります。本日22時に公開します。諸事情により肉声ではありませんが、今話せることをお話ししますと、こちら YouTube もやっておりますので、でその内容が緊急声明としまして電子音声で、この数週間お騒がせしてますが安心してください。ファンの皆様には 100% 安心してもらえる結論をお話しできますが、今は諸事情により話せないことが多いのでもう少し待ってください。一つだけ言えることは、僕は潔白です。数日だけ待ってくださいというもので、多分これ平本蓮選手ではないと思います。過去ツイートを前に見たことあるんですが、到底平本蓮選手じゃ言わなそうな下劣な下ネタとか、あと平本蓮選手だったらこんなダサいことをしないと思うんですよね。そこはさすがにどんな時も顔出ししてやると思います。これはこのアカウントの主が見バレはしたくないけど注目は集めたいってだけだと思うな。昔偽本蓮って出てきて平本蓮選手に限りなく近づけたコメントして本物と思わせてフォロワーだけ集めるってこともありましたしね。でもこんなもんにも結構、まあ平本蓮選手だと信じている人も多くてびっくりしました。でもマジガチの本当の清廉潔白が今回の記者会見で証明されたら、まあそれが一番いいんですけどね。こちらは自身もスポーツドクターでもあり、18社45施設も要し、そこには200人のドクターと1500人の職員が働いている桜ライフグループのトップ、永田理事長、永田院長という方の平本蓮ドーピング疑惑検査結果出てますという動画。永田院長、私は日本体育協会スポーツドクターでドーピングのチェックもやってました。赤澤選手の自白&告発文をチェックしていきます。赤澤選手のその一文の中に、ドーピングの効果は絶大、ドーピングは筋肉に作用し目も筋肉で動くので眼球運動にも影響を与える、反射神経にも影響を与えるとあるが、神経の伝達速度は速くなるし眼球の左右の動きは確かに筋肉で動かすんだが、パンチを避けるのは関係なくて周辺視野の話、パンチは目の左右の動きで捉えて避けたりしているわけではなく、目をただ開けた状態で見えてる範囲からパンチは飛んでくるわけで、目の動きの筋肉は関係ない。周辺視野の方が早く、じっと見ていると逆に反応が遅くなって当たっちゃう。実験してみればわかります。で、これはちなみになんですが、その時に机にあったポンジュースを手に取ってパンチの代わりにゴーンとおでこに押し当てていたんですが、永田院長のおじいちゃんが農協の会長で、その時に作ったものがポンジュースだそうです。つまり相当のいいとこのお坊ちゃまのようです。戻ってきまして、永田院長、赤澤選手の文の中に、さらに平本に現在すぐ追加で検査を実施した場合、ノルバデックスの代謝物質のタモキシフェンの検出という事実が明るみに出た際に…とあるが、これは間違い。そもそもノルバデックスの代謝物質はタモキシフェンではありません。ノルバデックスイコールタモキシフェンのことです。これはステロイドを使って睾丸を小さくするのを防ぐために使うもの。これは13日間で 65% が排出され、腎臓で代謝されるものはおしっこで出て、これは肝臓で代謝される。肝臓での代謝のものは便で出てて、タモキシフェンは5分の4が便で出る。期間を考えると、赤澤選手の録音の8月4日にやっているとなると、うん、ここはまだ出る。永田院長、赤澤選手は柴田のことを嫌いなんですね。平本蓮のことを考えたら普通言わないよね。いい人をぶってんのかな。ちょっとどうかな。あと、ステロイドとケア剤を同時にケツに打って使うって言ってたが、同時には使わない。ステロイドはサイクルで、少量使い、次にどんどん量を増やして、ピークの時があり、でまた減らし、次にやるまでの期間が空くので、普通はそのやめてる期間で使う。これがドーピングの普通のサイクル。だから今のところはツッコミどころですね。あともっとツッコミどころがありまして、ステロイド薬剤、
HCG を2日に1回と言っていたが、実際は1週間に1回のはず。そんなに使うのかな。まあ赤澤選手はバリバリのユーザーですから間違ってはないんでしょうけど。あの流出音声の中でのサームズに関しては平本蓮選手は心ここにあらずの返答だったね。あの音声だけだと使ったかどうかはわからない。まあ参考にはなるが証拠にはならないぐらいかな。ただ例えば試合3時間後に尿検査やりますとか事前に分かっていれば出ない方法はいくらでもあるので意味がない。だから本当に抜き打ちじゃないと意味がない。ノルバデックスはまあまあ残りやすい。ステロイドにはこれらのものの何倍もの種類があって、痛みを感じさせないものとか怪我を治すもの、興奮剤もドーピング、柔軟性を上げるってものもある。やっちゃダメ。でも外野の声は正直全部雑音。ライジンが定めたルールで陰性ならそれがルールだから。平本蓮はその場合は黙っていればいい。ただの人の噂なわけだから。ただもちろん陽性ならアウトと、このようにチェックする側のお医者さんが言っております。でこの方、道着を着た何でもありの金的頭突き OK の目つきはさすがにダメにしたらしいんですが、でも指を折るのもありの新団体ローマンの共同主催者でもあるようです。野瀬翔平選手のジムの代表の元 UFC ファイターの弘中邦義さんとか中井祐希先生などとも友達で一緒にやりますので、ぜひご覧くださいと。1回目の10月14日大会は無料配信してくれるそうです。これは怖いけど UFC の第1回大会みたいなワクワク感はありますね。で中田院長、他にも動画出しておりまして、ああそういえばとしまして、ドーピング検査の結果はその日に出ます。 WADA の認定検査機関からは最長でこれまでは10日で出ております。なので今回のライジンの検査結果はおそらくもう出ている。2週間出ないとかはありえない。あとお前誰だってこの間の動画でツッコミ殺到しましたが、私は柔術黒帯で世界選手権にもよく行っていたので格闘技についてそこそこ詳しいですと。中田院長、今回の話、平本蓮選手がドーピングを実際にやったかやってないとかそういうのは関係ない。結果が陽性ならもちろんアウトで、陰性ならでもライジンという団体では問題ないというふうになってるので、まあでも出てる情報が怪しいとは僕もそう思うがしょうがない。じゃあ次は赤澤選手の出した薬の振り込み用紙の方行きましょうか。ああでもその前にまず海外から本人以外が使うものを代行で輸入するのは薬事法、今で言うと薬機法違反にあたる。まあそれはいいか。まず一番上のテストステロンジェル、これは股とか睾丸に塗ると男性ホルモンの値が増えるというものだが、大して効果がない。なんでこんなものを買ったのかよくわからない。それだったら注射で打った方がいい。サームスはまあまあ強い。筋肉が上がったりする薬。ミボレロンとノルバデックスはケア剤。HCG は粉で水にシャカシャカと溶かしてケツに打ったりする。筋肉が増える。ベルゴリンは多分蚊が抜けててカベルゴリン。女性化乳房の副作用止め。ああ、英語ではでもちゃんとカベルゴリンって書いてあるな。日本語ではでも間違えてるね。これがまた怪しさを醸し出してるね。あとシリンジと針というふうにも書いてあるが、それを他の人が使うために海外から買ってたら完全に違法です。赤澤選手、違法なことをやっちゃいましたね。赤澤選手が出した最初の音声では平本蓮は注射を2種類やったと言っているが、これ見ると1種類しかないな。うん、だからこれ以外の伝票もきっとどっかにあるのかな。ドーピングのサイクルからして5月に打ち始めて8月からケア剤を使うっていうのは確かにここは間違いじゃない。そして検査機関の話をしておくと、 WADA という機関が上にあり、でもそのラボっていうのはあちこちに実はあって、日本にも LSI っていうのがあって、うちの病院でも契約してて、東京オリンピックの時によく活躍していた、確か三菱だったか島津製作所がちゃんとやっているところで、つまり取った検体の尿をわざわざアメリカに送る必要がない。日本でできるんだよ。何のため？権威付けのためかな。でも海外の検査機関を選ぶと誰が検体を取りに来たか分からなくなる。それだと理論上全く意味がなくなると思うんだけどね。オリンピックで後に金メダル取り消しになったこととか見たことあると思うんだけど、
和田は検体を10年間保存している。医学の発達に合わせてそういうこともあり得て、そこまでやりたければ、はい、ぜひどうぞだけど、もういいんじゃないですか。ボクシングの世界タイトルマッチでもないしね。個人的にはそう思います、と。で、赤澤選手自身の法律違反と引き換えに暴露ってどんだけすごい覚悟を持って今回やったんだっていうね、まあ知らなかっただけの可能性もありますが、これはもうね、今こそ朝倉未来選手のね、まあやろうとしていた無法裁判の出番なんじゃないでしょうか。勝者、溝口、瓜田、敗者、平本蓮、篠塚辰樹みたいなね、それこそ誰も信じらんないよね。そしてこちらは細川バレンタインさんのお気持ち表明で、まず格闘ファンの方の、赤澤はなぜ平本に一緒に全てを告白しようと持ちかけずに、いきなりはめるような LINE 通話動画を撮って、誰か、おそらく溝口か奥野だと思うが、に流したのか、奥野代表関係してんの。赤澤は画像4枚分ぴったしに文章を書く能力なんて確実に持ち合わせていない。そんくらいのことはうちの猫でもわかる。溝口と奥野はブレイキングダウンでかなり親しいし、朝倉未来にも恩がある。これで復活の日本。おそらくこれが奥野と書いてあります。そうなの?が流すよりも前に、ホリエモン、かっこ溝口から聞いたが知っていたことも、赤澤が平本に告白を持ちかけなかったことも、赤澤の文章や動画がかなり芝居じみていたことも、赤澤の暴露に溝口が即レスで助け舟を出したことも筋が通る。唯一溝口の予定外だったのは、ホリエモンが口を滑らせたことだろう。謎は全て解けた。これに対して細川バレンタインさん。確かにそうだよね。赤澤が両親の呵責に苛まれたのであれば、平本に行って一緒に自白しようという流れが一番健全だよね。それでも断られたから暴露したという流れならまだわかるわ。かっこ録音が得意みたいだから、その録音すら音声すらも当然残すと思うし、今回のドーピングに関してはライジンの検査結果が黒なら平本は黒だけど、それでも俺はこの赤澤というやつが一番気持ち悪いわ。そして何としてでも平本にドーピング陽性になってほしい。バカな朝倉信者とビジネス信者のジョビンが、この一番気持ち悪い赤澤に、今は自分たちに得だからこいつの言うことを支持しようとなっていることにもヘドが出るよと。そしてこちらは太田忍選手の彼女のちなみさんは、ゴリラにも検査しろというコメントを見かけるので念のため。ゴリラはまだレスリングを正式に引退していないので、実は今も世界アンチドーピング機構と日本アンチドーピング機構の検査対象選手です。10年以上前から今までずっとオリンピックの厳しいドーピング検査を受け続けています。当然ですが、すでに蓋が開いている飲み物は絶対飲まない。誰が作ったかわからない料理は食べない。信頼しているコーチやトレーナーから勧められたものでも成分を徹底的に調べる。点滴や注射は治療目的でも控える。風邪薬など治療目的の薬だとしても、他に同じ効果の薬がないか調べた上で摂取する。体調不良でもほぼ薬は飲みませんが、他にもドーピングに関して日々想像以上に意識の高い生活をしています。仮に自覚がなくても故意でなくても、禁止物質が検出された時点でドーピング違反になります。そしてゴリラの場合はその時点でオリンピックのメダルも世界チャンピオンの記録も全て剥奪です。競技者として当たり前に自分の体に入れるものは、ここにたどり着くまでの工程が本当に信頼できるものなのか徹底的に調べていますし、ドーピングがもたらす様々なリスクについて誰よりも理解していますよと。より何よりもこの文章めっちゃ読みやすくて、ちなみさん頭いい方なんでしょうね。そしてノッコン寺田さんの方は、俺はとんでもないことに首を突っ込んだかもしれない。俺はもう一歩引かせてもらいます。これ以上は危険。僕はもう完全に引きますと柴田さんの真似しております。そしてこちらはヤーマン選手が少し前のインスタライブで、ガチで木村実は大嫌いな選手と発言しまして、それに対して木村実選手、昨日、ああそういえばヤーマンが俺のことをインスタライブかなんかで煽ってたよな。オープンフィンガーグローブルールなら勝てるとも言ってたし、俺も舐められたもんだな。ヤーマンよ、酔っ払ってたとか言い訳はないよな、笑いと。でその後、ボンボクラットと、これは篠塚辰樹選手パトワ語でワグワンとありましたが、こちらはパトワ語で最悪だとかクソったれという意味だそうです。でこれを受けてヤーマン選手、逆にオープンフィンガーで俺に勝てると思ってんの、なめんじゃねえぞと。木村実選手それを受けて、ヤーマンが本気ならオープンフィンガーグローブでいいよ、
体重は合わせてもらうけど負ける気がしないよと、どうやら2人試合決定です。でもどこのリングでやるんでしょうか。でもヤーマン選手ならブレイキングダウンでもできるのか。いやー、ヤーマン選手勝つかな。はい、私の予想はそっちにしておきます。そしてこちらは日本人交際女性に対して本当に凄惨な DV をし続けているボブサップに対して、 Z リーさんは怒りをあらわに追求し続けてきておりますが、昨日もあいつは本当にとんでもない奴だなと思うよ。ステロイドビーストが女や子供にまで暴力を振るい、子供にまでってのはね、重度の後遺症を負わせて裁判所から賠償命令まで出ているのに、バックレてブレイキングダウンやらで金儲け、弁護士の電話もしかと、差し押さえも交わしてくるし、やばすぎるだろ。ボブサップマジでちょっとずつでもいいから賠償金払うなら YouTube 拡散くらいするんだけどな。 DV で3920万の判決が出るってすごいことだからな。凄まじいレベルの DV をしていたのに、それで1円も払わないのにどうして重宝されているのかが本当に謎。今回の平本蓮選手のドーピング問題とは比にならないぐらい悪い話ですね。で、Z リーさん、ノッコン寺田さんに過去キムチの案件なども挙げたことがありまして、そんな2人の関係で Z リーさんは DM を晒しておりまして、おいノッコン、ボブサップの DV 被害者と動画撮るか、動けるって言ってるぞ。ノッコン寺田さん、 Z さんお疲れ様です。でもそれやっちゃったら僕ボブと今後コラボできなくなっちゃいます。ダブルしてくれるかわからないですけど笑い。 Z リーさん、今日被害者の人と会ってめちゃめちゃかわいそうだったよ。子供もやられてて傷見せてもらったけどひどすぎたと。マジで今でも子供にやってるってことなのかな。で、 Z リーさん、ノッコン寺田はステロイドビースト DV 被害者との動画よりも数字目的でステロイドビーストボブサップとの動画を優先する人間だから、今回の平本の騒動にも数字目的で乗っかってただけだろ。家族養わないといけないって理由もあるだろうけど、被害者の気持ちも考えて欲しかったよ。ノッコン寺田さんは開き直って金稼ぎに来てますね、はい、そしてこちらはケラモフ選手、最新の仕上がった写真をアップしたところ、ジョーラのなんとその右腕全体に入れ墨が。これは西洋系のソードとか騎士みたいな感じですかね。まあでも私はね、みんな入れてるから逆にない方がブランドっていう感じがするので、何もない方がかっこいいと思う派ですが、でも私最近肩にボツボツができまくってて、このまま後に残るならピーリングとかして、それでもダメなら入れ、いや入れないかな、さすがに。そしてこちらは昨日 TBS 感謝祭じゃなくてディープの野外フェスがありましたね多々重なる部分もありましたが、昨日速報でお伝えしていない部分の試合やっていきましょう。まず胸毛ニキ VS 米軍基地で行われている GFC チャンピオンのミヤビー選手、1ラウンド胸毛ニキ突っ込む、ミヤビー選手首相撲からの膝蹴り連打、胸毛ニキ鼻から出血、そしてミヤビー選手のアッパーで胸毛ニキダウン、レフェリー止めてミヤビー選手の勝利で、雨降って一時中断となりまして、そして JTT の柔道バックボン朝比奈隆起選手登場、 VS クレイジー B から円満フリーへ、 DV 家庭で育ったという過去を持ち合わせている、とっても応援したくなりますね、そういう選手は、漆間翔唯選手。1ラウンド朝比奈選手組みついていくも、2分半、漆間翔唯選手のパンチ効かされぐらつく、漆間選手さらに打ち合いの中効かせてパウンド、ここでレフェリーパッと入って殴り倒して漆間翔唯選手 TKO 勝利となりました。6勝6敗とイーブンに戻しました。そして日比野エビ中純也選手 VS 2015年のフューチャーキングトーナメント優勝者久保田泰斗選手、ここは1ラウンドエビ中選手がコントロールするも、2ラウンド久保田選手、エビ中選手がライジンで後藤譲二選手に負けたのと同じツイスターを食らわし、見事一本勝ち。そして一気にメインまで飛びまして、5年ぶりの試合、長谷川健選手 VS 元米軍のセイント選手、1ラウンド長谷川選手セイント選手の蹴り足キャッチ、高く上げてテイクダウン、体重差がかなりある、長谷川選手トップを取りのしかかる、肩固めからアームロック狙いからのサイドポジションに移行、残り50秒、猪木あり状態、長谷川さんのしかかる、決めきれず1ラウンドの鐘、2ラウンド長谷川さん上に乗り続けて終了、3ラウンドセイント選手のサミング中断再開、その後も長谷川さんがトップを取り続け終了、判定 3-0 で勝利いたしました。長谷川さんがマイクは滑ったので組むしかなかった、でもまた試合しますと
今後は階級を下げてやっていくようです。結構面白いイベントでした。次は波打ち際にケージ作ったり、6畳一間のワンルームの中で戦ったりもしてほしいですね。そしてディープ歌合戦の方行きますと、優勝者はギャルのコスプレで学園天国を歌ったマチ選手でした。これ後でディープからその模様出るかな、全選手の聞きたいな。そしてセミメインでカイト選手相手に一本負けしてしまった西谷大成選手、その後自身のインスタを更新して、そこにはこんな文章が。皆さん本当に心から応援ありがとうございました。いかなる状況でも勝てなくて本当に申し訳ないです。引退します。本当に今までありがとうございました。田舎に帰って仕事します。と、朝倉未来チャレンジのオーディションの時に確か西谷大成選手自分で仕事やっているとか言っていたような気もするので、仕事にはいつでもありつけるのかもしれませんね。お父さんの仕事を継いでるとか、そんな感じかもしれませんね。続きましてこちらは青木真也選手の地上波ラジオ人生交差点。青木真也選手、デッドリフトでぎっくり腰をやってしまった。疲れから来ているのは分かっている。ただそこ以外は調子が良くて、青木が作るものが自分でも楽しみ。俺もうずっと辞めたいって言ってるが、それには2つしかない。女に狂うか趣味に走るか。一緒にやってるゴミロさん、青木真也選手の友達女に狂って辞めたじゃん。青木真也選手、ああでもあの人は女に狂ったが友達ではない。でもあの人は格闘技辞めたら社会で何もご飯食べるもの持ってないって気づいた人と、これは KO かエストル選手のことでしょうね。青木真也選手、最近格闘技も SEX も同じと気づいた。パスガードの感じとかアウンの呼吸とか全部一緒。ゴミ浦さん、それは童貞捨てた柔道部員の発言でしょ。青木真也選手、最近ジョビンが俺の短パン自転車姿にモテねえだろうなと言ってきたが、何も分かってないこのエロさが。最近の俺が発する言葉は全部切れてて、それに気づいたか U-NEXT がワンの解説やってくれませんかと来た。アベマの格闘技プロデューサーの北野さんに聞いたら、やってもいいって言うから U-NEXT に分かりました、その仕事受けますっていう文章の後に米印つけて、チャトリは嘘つきですって送ったんだけど無反応だった。これからでも全部仕事の連絡の最後にはチャトリは嘘つきですって俺入れて送るから。チャトリは試合組むって言っておいて組まないのは嘘つき。ヤチは…てんてんてんの元彼。その話は俺は知らない。聞いても硬いんだよね。前からヤチはそこは鼻にかけている。いいじゃん、日本一の紐男。第二の坂田渡るでって言っても、ちょっと、いやー、ちょっとねー、みたいな。ずーっと鼻にかけてて、ずっとちょっと怒ってるみたいな感じ。ゴー三浦さん。でも日本一の女優が裸で家で待ってたらいいじゃないですか。青木真也選手、裸で待ってないんじゃないですかね。案外すれ違ったりとか。ゴミラさん、ある国民的女優とお付き合いされていた IT 起業家の方も 4,5 年経ってやっと最近面白おかしくその話をしてくれるので、僕としても気安く付き合えるようになってきたっていうのがあったので、八千選手もしばらくしたら気安くお話しされる時が来るかもしれませんね。青木真也選手、はい、期待してます。青木真也選手、格闘技界でルール違反と思ったことはない。ルールなんてもともとないし、柔道をやっていた頃は投げるより30秒抑える方が楽じゃんとか、そういうことをずっと考えていた。ルールセットを考えるのが格闘技では一番大事なことだから。でも2010年ぐらいまでは総合格闘技もクリエイティブさの入る隙があったが、今は成熟してきてしまっているので、どうやったら勝てるかとか面白みがなくなってきている。自分はどのルールでも15分通してどこでフィニッシュするかしか考えてない。自分のアタックが5分、10分とどこまでできるかでしか考えていない。片道切符で戦っている。だからほとんどが一本勝ちか KO 負けになっている。今はダメージ優先で組み技でポイントつかないし、判定では厳しいし、一本狙いに行くしかないしね。プロレスはクリエイティブさの隙がまだあるので、作るって意味ではプロレスの方が面白い。そしてフワちゃんのヤスコさんへの暴言問題については、青木真也選手、企業が厳しい判断をするのは十分わかるが、世の中がどんどん窮屈になっていって面白くなくなっていくと、はい、全くその通りだと思います。で、今回は以上です。そしてその西谷選手に勝ったカイト選手と同じ所属の元
中田ザリッチ広隆選手で、その後中田伊佐ザリッチ広隆になって、今は伊佐ザリッチ広隆になりました。この伊佐は奥さんの名前らしいですね。昨日のポストで結婚しました、嫁の実家があるストックホルムで式を挙げましたと、ストックホルムということなので、スウェーデンか、はい、スウェーデンですね。で、奥さんの顔写真も載ってるんですが、これはハリウッド女優のような超美人ですね。そしてこちらはなんとも物騒な話、現在メキシコにいる岩本こと岩本健太選手のおとといのポスト、レディーボーイ含む女男を含む複数人に囲まれて強盗に遭い現金全部盗まれました笑い、足払いでこかしたけど現金は返ってこなかったです、戦利品はこれです、最終的にナイフ出されてしまいましたと。その戦利品は自分の残ったバッグの紐だけでした、肩の部分の。貴健信選手の知り合いも金のネックレスしてたらアメリカで1日最大6回も強盗に襲われたことがあるって言ってましたね。でも銃を持って撃退したとか言ってました。日本も本当に物騒になってきて、これまでが本当ミラクルピースの中にいたんだなと気づかされ始めてきてますね。そしてこちら、エドポロキング選手、今回のドーピング騒動で今後ライジンの検査とか目が厳しくなるから俺にとってはありがたい、だってヘビー級だぜ、みんな正々堂々とナチュラルでやろうぜと言っていた、そのエドポロキング選手、少し前にはライジンで試合組むと言われておりましたね。今日5回目の俺の飯としまして、そこに映っているのはなんと丼飯5杯に通常の1人前は優に越している厚切りチャーシューのおかずが2皿とさらにラーメンというものでした。見てみると本当にかなり圧倒されるような量 で、大食いといえばね、スラムダンク桜木花道が合宿で頼んだメニューがカツ丼の大盛りで、これが後におかわりするので2杯、これが飯でおかずがコロッケ、2つか3つ乗ってる映像ですね。あとはサンマと焼きそばとホイコーロ、あと味噌汁の代わりにラーメンに牛乳というメニューでしたが、まあ、エドポロキング選手はね、今日5回目と言ってますし、体もエドポロキング選手の方が大きいので、エドポロキング選手の方がたくさん食べるというか、まあ、本当にそんなにね食べている人いるんだっていう風にね、どっちにも驚きましたが、エドポロキング選手の体の大きさはスラムダンクで言えば魚住ぐらいでしょうか。でも桜木花道もね、ここで練習した1日2万本の庶民のシュートが最後生きてきましたので、エドポロキング選手にも期待ですね。そしてこちらは2位スグル選手のポスト、規約により王座返還しました、今はライジンでやり返してベルト狙って頑張っていきたいことをパンクラスの社長にもお話しさせてもらいました、それに対しても応援すると言ってくださいました、ライジンでもベルトを取ってパンクラスでもまたベルトを取り返して同時2団体チャンピオン目指して頑張っていきます、進化して必ず化けます。そしてこちらはこの間安保ルキア選手と並んでる写真を見て、こんなに背が大きいんだと思った、K1 元中村プロデューサー中村匠さんのポストの、はいわかりましたのコーナー、9月は自分が持っているバッシュを実際に選手が履いている写真を集めて、それをファイルに入れて一緒に陳列して図鑑みたいにして楽しむということにチャレンジしようと思いますと、はいわかりました、はい、というわけで本日は以上となります。もちろん肖像権の違反っていうのは私はしたくないんですが、でも私もちょっと楽したり得したいと思いまして、チャット GPT って今イラストを要求すれば作ってくれるんですね。しかもこの角度からとかこういう顔でとか、かなり細かい指定できまして、で朝倉未来選手はまずいけど朝倉未来選手っぽい人を作ってほしくて、元不良ヤンキー上がりで MMA ファイターになって今では日本のスーパースターなので、顔も日本人でお願いしますというイラストを作ってくださいというふうにお願いしました。でできたのがこちらになります。はい、このようなものになりました。センスゼロですねこれは。でこれは砂部光久選手のところの YouTube の一緒にやってるワリオの帽子かぶった小野寺さんですよね。何これ、幼児関連の花は桜木、男はヤンキー的なっていうか、肩にねそのヤンキーっていう入れ墨入れてる選手、これはスターには絶対なれないですもんね。私も肩のボツボツの代わりにタトゥーをと言いましたが、まあこんなだったらボツボツが薄くなるのを待った方がいいですね。チャット GPT は全く理解していないということがよくわかりました。はい、高評価チャンネル登録通知をポチッとオンにしてまた聞いてね。本日も良い格闘ライフを。
あ、そうだ、ちょっと戻ってきまして、私もちょっと今日ドーピングしようかなと思いまして、最近平本蓮選手の話題のおかげと言っていいのか、新規の見てくれてる人も多いと思うんで、このチャンネルがいかに素晴らしい、こんなところが最高とかね、みんなチャンネル登録した方がいいのになーみたいなさりげない文章をぜひね、ベテランだらかくリスナーの方たちは書き込んでみてください。どうせね、新規の人たちは最後まで見てませんので、はい、ここでねちょっとお話しさせていただきます。でもね、もし見てる人がいても、それはね、赤澤選手とは逆で、新規の人も黙っておいてください。よろしくお願いします。はい、私とあなたの約束というところで、